キャンプ場で起きたら、テントを片したり、荷物をパッキングしたりとします。そういえば質問箱に、テントの中ってどうなんですか？快適って質問が来ましたが、テントの中はこんな感じになってます。テントは確かに狭いし暑いし、虫も入ってくるけど、意外と俺は好きです。キャンプ場の朝、何時に起きたんですか？いや、6時ぐらいですね。ああ、でも、早いですね。いい天気じゃ。今日はどこまで走ろうかな。そしてお別れの時。良い旅を。じゃあ、お気をつけて。はい。気をつけて。良い旅を。一夜を語り明かした彼は別れ際にメッセージを書いてくれた。事故だけはするなよ。そんなさすがにもう事故とかないですわ。わらわらわら。もうバイク壊れて入院して肋骨折れてるからね。そんな何度も事故したりこけたりとか絶対ないですから。わら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 。キングクリムゾン、時間を吹っ飛ばした。ゆっぺなんでまたこけてんねん。解説。ゆっぺは旅の荷物のパッキングをすべて ROK ストラップでやっています。 ROK ストラップは本当に神で、これだけで寝袋もテントも全部二度目できるんですけど、急いでいてパッキングを怠ったゆっぺはを走っていたら、ROK ストラップからテントがずれ落ち、そのままこけたのであった。ああ、もうめちゃくちゃだよ。バイクでこけると本当に辛い。荷物やバイクが傷つき、一から締め直すのもそうだが、体がとにかく痛い。名前すら知らない、誰もいない場所で、一人で血だらけの足を引きずりながら耐えるのだ。子供の頃と何一つ変わらないセミたちの声だけが、俺を優しく包んだ。いやていうかそもそもこけなきゃいいんですけどね。はい。でも俺だってこけたってこけてるわけじゃないんですよ。バイクでこける動画を上げると、YouTube とか Twitter でバイクこけるのダメマンに。こけるならバイク乗るな。バイクに乗る資格なし。バイクが泣いてる。だから彼女いないんだよ。って言われるけど、うんてー。お前らに俺がバイクを乗る資格をどうこう言う権利があるのかよ。バイクは泣いてねえよ。泣きてんのは俺だわ。泣くロボットなんて、ダンボット3の最終回の、ダンボットと兄さん殺す時ののゴッドガンダムくらいでいいわ。じゃあ逆に聞きたいんだけど、何のアクシデントもなくただ淡々と進み続ける動画を流さないといけないのか？そんな旅動画面白いのか？いやいや、波乱万丈あっての旅やん。どう考えても、そりゃめっちゃ危険な運転しててこけるとか、他人の迷惑になる運転はめっちゃアホですよ。でも俺は法を犯したりしてるわけじゃないんですよ。こけていたいのは、画面の向こうのみんなじゃなくて、こけた俺ただ一人なんですよ。それなのにこけたら、鬼の首を取ったように、はい、またこけましたね。あなたはバイク乗っちゃダメです。で、おい、お前の喉仏には原型出すんどるのかって感じですよ。そもそもな、キリンだってバリバリ伝説だってこけるやん。クラッシュして海にぶちかましてるやんけ。え、キリン知らない？見ろよ、キリンは見とけ。最近のバイク乗る人たちってバイクを使って、元ブログです、バイク男子です、みんな友達、バイク女子です、繋がりたい、が多いけど、ちゃうねん。俺が求めているのは、バイクで海にぶっ込んだ後、テトラポットの上でタバコ吸いながら、孤独に空を見上げるやつやねん。え、そんなん知らない？うるせえ、キリン見ろ。あ、そういえば動画が遅れたのは最近お金がなさすぎて、動画ソフトの支払いができなかったからです。年6万、家賃も滞納マンだし、これも言ってたりが完成するのが作家、俺が死ぬのが作家、どっちが作家マラソンみたいになってるやん。あー、人の金で焼肉食いて。それが一番大事。血だらけの靴下を履き替えないといけなくて、なんかもう、旅がやになってきてるわし。カカカカカカと。足が血だらけなので薬局に向かうわし。いやーこの景色も、あ、足が痛くなけりゃもっと、いやそれ、はあ、ゆっぺはなんとか薬局にたどり着き、あまりにもグロいから見せられないけどカットバンとロキソニンを使って養生した。ああもうめちゃくちゃだよ。骨は折れてるからとりあえず南へと進んで山も越えちゃおう。ロキソニンが効いてきた気がする。すげえなロキソニン。なんかロキソニン飲んだらね、足のピリピリした痛みがなくなった。ロキソニン先輩すげえな。やっぱりいや痛いな。でもいや痛いんだけどね。めっちゃ痛いけど。そりゃその後も頑張りカットしてやった。ちょっと疲れたから休憩してたら、さ
くなバイクよりも三人のおじさんに話しかけられた。三人はどういう集まりなんだ。日本一周？はい。上から下ってしまう。今上行ってきたんで、北海道回ってきて。そうです、そうです。今から下に行きます。クロスカブです。これじゃん、これ。これ買って。欲しいんだ。110です。いや、でも、とことこ、とことこって感じで、本当に。いやいや野宿してんの野宿じゃなくてどっか野宿ですね基本的に昨日もキャンプあって今日どこ泊まり今日はもう群馬まで行きたくてそうですねあっちの方に今行ったはい学生さんいやもう社会人でちょっとバイクで旅出たくなって今遊び人その通りです楽しいですでも遊び人出るかいけないよおんちゃん続いてそれはもう来週行くだはい北海道あ、そうなんですか、うん、12日からすごいですねあ、もうハーレーで行くんですかいや、違うやつであ、そうなんですかあのカンナムあ、いいですねでも年寄りだからいやいやカンナムエンジン大丈夫エンジンやっぱりハブだから強いですねただこけたりしたんであれですけど怖いですね、クマがしやっぱりバイク鑑賞会が始まるそうですね郵便配達みたいなやつ本当はそうですねあのプロ用だったらこれカゴつけれたんですけどカゴつけるあそらへんとここに来るやつだなそうですそうですそうです沖縄行くのはい今から沖縄行きますおパンさせちゃうか110いやかっこよくねんのもちっちゃいんです俺も50年は上がったらないやいやいやその後も3人のおじさんとバイク話をしてそうなんですかじゃあはいお疲れ様ですありがとうございますはいありがとうございますおかけはするなよはいありがとうございますありがとうございます小1時間ほどカットカットカットだ福島県の山の中にある道の駅会津西海道田島にたどり着いたここで食った安っぽい肉うどんとたこ焼きは俺の身に染みたまあ、たバイク乗りのおっちゃんたちと話してるわし、ゆっぺたびは女けれろ320割で放送させていただいております。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。では、ありがとうございます。福島からなんかしてる俺は、Twitter であるアンケートを取った。ええ、正直言って朝の転倒で、右足の血が止まらなくて、肩と肘もなんかすんごい言いたいので、今日は急いで群馬に向かいます。で、ちょっと神奈川の一人暮らしの家に戻って休ませていただきます。よい。ダメだ、10%。休め、23%。踊れ、67%。どうしてというわけで、ゆっぺは、ダンスポイントを探し山の中を走っていた。ここ、ダンスポイントを発見したゆっぺの二度見。俺もうダメかもしんねえ。この辺で踊りたくなった。この謎の段差、足怪我してるから死ぬほど痛かった。痛いよそれ、俺見てたもん。踊るぞ。まさかの葉っぱ先輩。完璧なディフェンス。でゆっぺダンスを阻む。ゴッド反応。全然見えねえ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。何言ってんだろうね俺は。なぜかこの帰り道、ちょうど置いてある一本の木を伝って帰らないと戻れない。全然俺映ってなかった。マジで？全然映ってないやん。また踊んの？めっちゃ痛いんけど。踊んなきゃダメなんすか俺。Thank you.
何かに気づいたユッペ。普通にこっから登れた。あー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 あああ、長い長い山を越えて栃木県をかすめながら群馬へと向かうぜ。暑い暑い、よし暑い、よしよしじゃねえけど、全然全然よくねえよ。あ、痛たたた、おいしょ、足が、もうね、足が痛いとかの次元じゃない、麻痺してる気がする。あ、涼しい、あ、動くと涼しい。あ、よっしゃ、うわ、すげえ綺麗、こんな綺麗なとこでプリキュア踊らされてるのか。ああ、あ、お、橋の上バイク撮影屋に着替えた。あっちへ、よっしゃ、でもすげえ綺麗、うわすげえ綺麗やな、綺麗、おおすげえ、あっちから来たんか。ここの福島から日光に続く山道はライダーも木漏れ日がとっても綺麗で楽しい道だったぞ。すげえ綺麗、いいね、この道絶対さ、ツーリングコースでしょ。龍王峡、何それ。龍王峡は栃木県北部日光市の鬼怒川上流部に発達する峡谷。龍王峡って何？火山岩が約 3km にわたって侵食されてできた峡谷で、険しい岩盤が露出しているので、さながら龍が暴れ回ったような形跡を残すことから龍王峡と名付けられたらしい。龍といえばユッペが小学2年生の時に描いたこのドラゴンを見てほしい。行くぞ！伝説の竜、赤色のドラゴン M モード、5万トンフレーム、溜めて撃つと5万トンの壁にすっぽり穴が、1億メートルの羽、1億メートル飛べる、0戦爆弾、0戦を一発で撃ち落とせる、ニョロニョロさんだ、雷が動いて攻撃、カーッカーッカーッ。すごいなこの道、こっちに旅館がめっちゃ並んどってさ、なんかいかにも観光地って感じの道なりで、すごい好き。鬼怒川温泉あたりを1時間くらいカットしてやった。またすごい良さそうな道に入りました。良さそうな道も特に喋ってないからカットしてやった。あの有名な日光東照宮のあたりにたどり着いたぞ。ここなんかあるんかな、さっき世界遺産巡りツアーって書いてたけど、日光は観光客が多いのか、車めっちゃ混んでた。マジ？まだ？ミスったな、この道は。通りすがりの人が写真撮ってくれた。ありがとうございます。いや、日光ですよ、皆さん。よいしょ、じゃあ行きましょう。いやー、バイカーが多いわ、鬼怒川は。てかめっちゃ混んでるわ、日光。すげえ車、あ、すごい。渋滞してる、めっちゃ。やっぱ血出てるからシャワー入りたくないよね。よいしょ、疲れた。早く寝たい。なんかすげえ疲れてる今日。サルオルなの？サルオル。サル。サルオルから普通に。普通にサルがおる。めっちゃ見てるやん、こっち。お前はサルや。お前はサルや。お前はサルや。向こうの上、猿や。チラッと見てくる。チラッと見てくる。あ、猿猿。山の間を進んでいきます。あー、これも渓流に入るんかな。めっちゃ綺麗やな。でも俺、高宿の後ろだからちょっと怖い。そうか、今日土曜日だからバイク多いんやね、こんなに。もう完全にね、社会から切り離されすぎて
わからんのよ、全然。旅しててさ、キャンプ場とかもそうだけど、一人ぼっちになるの結構ね、心細いよね。特に一人のキャンプ場って結構悲しいからさ、一人のキャンプ場は嫌だな、結構寂しいよな。日光市、さよなら日光市。あ、群馬県みどり市、群馬入る、初群馬、群馬に入った。いやー、ついに来てしまった、初群馬。ここが群馬か、初群馬です。みどり市入りました。さあ、ここが群馬か。大丈夫かな、槍とかで殺されないかな。いや、空晴れてほしいな、もうちょっと。群馬県やばい、今日晴れの予報やったのに雨降ってきた、やばい。いきなり群馬の洗礼を受けた。え、やばい、雨降ってきたっちゃ、やばいっちゃ、やばいっちゃ。いや、本当にやばい、どうしよう。結構ね、まだ距離があるんで、降ってきたらこれ筋トレいけんな、さすがに。あー、めっちゃ雨降ってきた。群馬県の第一印象、雨に降られるになった今。ここからユッペの逆転裁判オタク独り言が続くので、興味のない人は4分くらい飛ばしてください。焼酎橋、どっちやねん、小さいんか中くらい、なんか小中橋かだよね。逆転裁判の逆転姉妹のあのなんだっけ、名前、あや、あや、あれ、迷いちゃんのお姉ちゃんの名前なんだっけ、あや、あや、あやこさん、ん、あやこさん、あやこさんはスラムダンクの宮城涼太の好きな人でしょ。ん、あやと、あやとはラーゼフォンやろ。あれ、なんだっけ、あやとだっけ。逆転裁判めっちゃ好きなのに、やばいな、ちょっと逆転裁判不足になってる最近。逆転検事2クリアしてから、いやー、やっぱ検事はいいねーってなって、その後最後になったの、なんだろう、大逆転裁判かやって、なんか70点ぐらいだったなーっていう記憶があるから、やっぱ1-2-3と逆転検事が最高だよね、逆転裁判って。僕ね、やっぱ逆転裁判で何が好き、どの話が好きってなって、まあ、結構多いのがやっぱり1のラストのあのね、DL65 事件の話とか、あと蘇る逆転のあのガントだっけ、めっちゃあの強いやつ倒す話とか、あと2のラストとかね、2のラストも3のラストもめっちゃいいけど、殺し屋サダイモンのやつとか、あと5を追い詰めるやつとか、もうみんなね結構それが多いんやけど、俺はね、俺逆転の殿様が好きすぎて、いや、逆転の殿様の何がいいかって、なんていうやろ、なんか俺結構その階層とかに弱くて、なんか切なくなる系に、なんか普通に逆転裁判って大体まあすげえ悪いやつを倒すところにカタルシスがあるわけ、完全懲悪じゃないけど、なんかやっぱ人を殺す悪いやつが逃げててそいつを追い詰めるみたいな、どんどんだけど、逆転の殿様だけ、殿様だけじゃないけど、いや、やっと追い詰めた、よし、じゃあこいつ悪者やったわと思って追い詰めたら、最後にじゃあ動機があるのってきて、俺その動機が全然わからんで、何突きつけないやつ、全部突きつけてもダメで、バグってんじゃないかと思ったら、動機がないっていうのが動機で、っていうのがね、もう感動よね。で、最後に回想が入るよ、あの、悪者じゃないんだよね、別に。あの女の監督は、悪者じゃなくて、自分も、同じように自分の彼に殺されてて、で、なんか押し問答になった時にたまたま押したら殺しちゃったみたいな。逆転の殿様は本当にね、あの、確かにストーリーは、逆転サーカスもね、すごいです。最後にあの、車椅子のやつが涙流すシーンとかも、本当に最高。あとやっぱりね、華麗なる逆転、いいよね。華麗なる逆転なの、すべてが、今までのものすべてが集結する感じがいい。アプリ版だと確か削除されてないけど、原作で一ページだけある、後藤が殺す瞬間の絵があるんやけど、もうあれがかっこよすぎてね、一時期ね、スクショして、ガラケーの待ち受けにしてたぐらい好きやった。
道の駅黒骨やまびこで休憩。こんにちは。バイク乗りのおっちゃんたちと話し、沖縄に向かって下ってるんですよ。はい、行きました。群馬県前橋駅に。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。道に迷った旅人よ。完全にどこかわかんなくなった。やべえよやべえよ、ほんとにどこだよこれ。なんかナビが高速に行くから使えないから下道で来てたら謎の工場で迷いました。やべえ、どこだよこれ。桐生市、ここ桐生市なんやけど、多分桐生さん、ちょっと龍が如くの桐生さん、本当にやばい、迷った完全に。いやちょっとやばいな、どこに行けばいいんだろう。なんか車も少なくなったから、すげえ道がなんかめっちゃ花があるんやけど、これ死んだんかな。ゆっぺ死んだ説。あとコンビニがさ、セブンイレブンとかじゃなくて、なぜかセーブオンしかね、まだ見てないよね、群馬入ってから。セーブオン派閥が強いんかな、群馬では。その後、悠々白書であった一文字ずつ使えなくなるゲームで差を奪われたガソリンスタンドに出会ったり。あ、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。なんか美味しい群馬ならではの食べ物とかってありますかね。有名なのは焼きまんじゅう。焼きまんじゅう、はい、ま、中に何か入ってないんだけど、はいはいはい、まんじゅうを焼いただけだけ、焼きまんじゅういいですね。そうですね。ありがとうございます。信号待ちの間だけの話し相手だけど、思い出は残る。前橋にたどり着いた。ここでも話しかけていただいて。神奈川から上がって、神奈川県です。はい、今日は前橋に泊まります。ちょっと体がやばいんで、実際ちょっと今日は奮発して楽天ポイント全部使ってグレースイン前橋さんに泊まらせていただきます。ホテルの1階にある味わい式彩りさんで食事をした。もうこの角煮といい、カツといい、とろろといい、全部うまかったから、前橋に行ったらぜひどうぞ。久々のビジネスホテルで嬉しかったけど、肋骨の折れたところは痛いままだし、 YouTube に載せたら怒られそうなほど足の皮は剥げて血は止まらなかった。そうして濃い一日は終わっていった。暑い、そう、とっても暑い日だった。出会った人に教えてもらった焼きまんじゅうはとてつもない量だった。あれは本当にすごい量だから、本当気をつけてほしいと思う。そしてとにかく暑かったから俺は城を見に行った。次回ゆっぺ旅、暑き日の金山城。最近動画編集疲れた。